願いいたします。ありがとうございます。はい、私は、セーパール修道会の、ブラザー井出口充と言います。いつもは、東京の宣教センター四ツ谷の方で、の書店の方で働いております。はい、まずこの本が出ると言った時には、びっくりしました。なぜかというと、出版すると思わずにずっとブログの方を書いていたので、出版しないかと言われた時には本当に驚きました。でも、出版が運ぶにつれて、なんかワクワク感が増えてきました。そして手に取って、皆さんに見てもらうと、あ、とてもいい本ですねといった感想とか、あとはとても分かりやすいとか、そういった声を聞いてとても嬉しく思っています。はい、この本を、書くきっかけっていうのは、もともとその私はその聖書について何か勉強したいなと思っていたんですけども、それを相談したら、そのある神父様が、じゃあちょっとそういう文章に書いてみないかということがきっかけでした。で、まあブログがもう十何年続いて、大体その次の週の日曜日の御言葉を、書き始めています。でそれが、いつの間にかうちの方の、ある方の目に留まり、本になるということになりました。はい、まずですね、この原稿を書くときには、約1週間ほど、いろいろな本とか、そういったものを読んで、自分なりにこうヒントを見つけて書き始めました。そして、大体1週間ぐらい、深く御言葉を味わって、で、書くんですけれども、いざそのパソコンに向かった時には、イエス様にお祈りして、で私の言葉ではなくあなたの言葉で書けますようにというふうに、いつも祈って書いております。はい、そうですね、このタイトル自体が、御言葉の種を探してっていうんですけども、もともとブログの方では、これってどんな種っていうタイトルです。でその御言葉の中にはやっぱりこうイエス様の素晴らしいメッセージがあって、その一つを種と思ってそれをこう育てるというような形で本を書いてるんですけれど、本を書いたんですけども、たくさん書きすぎてどの種が好きっていうのはこれといってありません。ただ、本当にそれぞれの中でその種がこう芽生えるように、その人の中で、種がこう成長していけば、御言葉が豊かになればいいなという思いはしております。私の場合は聖書を専門的に勉強したことがないので、なんて言うんでしょうかね、その中の聖書の中の、いくつかの部分を本当に分かりやすく、読んでもらえるようにしましたので、本当に聖書を勉強している人じゃなくて、ちょっと読んでみて、その日曜日の御言葉が、
身近に感じることができたらいいなと思っておりますので、そうですね、そんなまあどんな人というか、教会になかなか行けない人とかも読んでいただけたらいいのかなと思っています。はい、皆様にどうぞこの本を読んでいただきたいんですけども、この御言葉の種を探して、御父の愛に触れるっていうタイトルなんですけれども、とってもそのここのカバーでしょうかね、よいしょ、ここに手があるんですね。手があってそこに種があります。でその種を皆さんが一つ一つこう丁寧に読んでいただけたらいいなと思うんですけども、この裏側にですね、種から芽が出ています。でこの芽が、その方々の中でこう芽生えて大きく成長することができたらいいなと思います。どうぞ皆様こちらの本を、お買い上げください。定価は1700円に消費税になっております。お近くのサンパウロまたは、宗教の書店に置いてあります。また、ネットでの通販もできますので、パウルスショップで検索してください。よろしくお願いいたします。